売上で言いますと、まあ、前年比で言うと 120% 以上の売上丸です。おー、はい、こんな丸久しぶりに見ましたわけ。どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は合格者の面接公開シリーズアクセンチャー編ということでやっていこうと思ってます。面接官ソワさんにしていただけたらなと思ってます、はい、よろしくお願いします。で今回からですね、今就活中の学生さん2人にオーディエンスとして先輩の受かった人の面接はどういう風な立ち振る舞いであったり内容なのかってところを学んでいただきたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあお二人ちょっと簡単に自己紹介お願いします。明治大学商学部3年の田中智弘です。勉強になると思ってすごい楽しみにしてます。東京大学英語学部3年の高橋静香です。昨日言われたんでなかなかこんな見れる機会ないなと思って見たいなと思って来ました。ちょっと旬大エリチャンネルカツカツでして、キャスティングが前日になりがちっていうところでありがとうございます。前日のお声掛けにもかかわらず、じゃあ早速山田さんの面接を公開できたらなと思ってます。では面接の方よろしくお願いします。では面接始めさせていただきます。山田さん、今日はお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ではもう早速なんですけれども、山田さんがどんな学生生活を送られてきたかっていうのを知りたいので、まあ、学生時代一番、力を入れたこと、まあ、いろんなところで聞かれてきたかと思うんですけども、まずそれを教えていただけますでしょうか。私が一番力を入れてきたこととしては、留学サポートのスタートアップでマーケター兼カスタマーサポートとしてこれまで3年以上活動してきて、100名以上のお客様の留学の支援をしてきたことになります。留学支援のところでマーケターとカスタマーサポート、これはあれですか、学生団体とかですか。これはもう営利団体ですね。スタートアップで会社の規模として非常に小さいんですけれども、まあ、現在4名という、はい、小規模ですけれども、そういった形で運営しています。あ、なるほど、4名の中の1人ってことですか、はい、あ、じゃあもう完全戦力ですよね。そもそも具体的にはそのマーケターとカスタマーサポートってことなんですけど、具体的にどんなお仕事だったんですか。マーケターとしては、まあ、主に集客なんですけれども、YouTube を通してですね、集客しておりました。はい、私はその、まあ、動画の企画から、撮影編集すべての工程に携わりました。でカスタマーサポートに関しては、お客様の、大学へのがんであったりとか、ビザであったり、アパートの手続きなどのサポートを、まあ、オンラインを通してチャットを通して行ってきたという形になります。なるほど。まずそのマーケターの方のお仕事からお伺いしたいんですけど、これ YouTube 使って集客ってことなんですけど、そもそも YouTube にね集客するのもね大変だと思うんですけど、これ具体的にどんなことをやって集客をどれぐらい集めることができたんですか。はい、そうですね、まあ、やってることとしては、まあ、このお客様との契約はすべてオンライン上で完結しますので、はい、YouTube でウェブサイトのことを知っていただいて、そこから概要欄からですねウェブサイトの方に流れていただくという形になるんですけれども、それで、実際に YouTube に力を入れ始めたっていうのが1年半前からになります。はいはい。でこの1年半前っていうのは2020年の3月4月で日本でコロナがすごい広がった時期なんですよね。はい、はい、でその時実際会社の売り上げとしてもすごく落ちていてですね、まあ、何か手を打たないといけないということで留学行かなくなったりしますもんね。もう本当に留学 業界全体で大打撃を受けていたんですけれども、うん、まあ、じゃあ今何ができるかなというところを考えた時に、まあ、コンテンツをしっかりと、まあ、蓄えていこうというところで力を入れ始めたという形になります。なるほど。まあ、これまでも YouTube って使ってたんですけれども、そこまでフォーカスはしていなくてですね、で実際にお客さんの数が、まあ、大体毎年15人前後いるんですけれども、コロナになってから売上が本当にゼロ、3ヶ月間ゼロとかいう状態になってしまったんですよね、うん、でそこから YouTube に力を入れ始めて、はい、でまあ、実際にその私が、では実際に YouTube に力を入れ始めてから、その年は実はコロナの年で、前年以上のお客さんが入ってですね、はい、っていう結果にはなったんですけれども、まあ、どういうふうに、まあ、そういう変化を、もたらすことができたかっていうところで、はいはい、これまで YouTube を作るときに、まあ、内容としてはこちらが伝えたいこと、
例えば留学に来るためにやっぱりすごい費用を気にされている方とか治安を気にされている方多いだろうというところで、実際留学でもすごく安いところありますよと。実際に私が通っている大学もですね、非常に安い学費で行くことができて、そういった情報を伝えたりとか治安がいい場所を伝えたりとか、そういったことを通して留学に行きやすい情報を提供しようというふうにしてたんですけど、それが全くハマらずですね。それはハマらなかったんですね。そうですね、何本かすごいいい動画もあったんですけれども、基本的に平均視聴回数とかも 2,300 回ぐらいで、全然見てもらえないものが多かったんですよね。はい。でそこでちょっと一回 YouTube のアナリティクス見てですね、数字見たときに、そもそも見てる、層が結構40代50代の男性が 60-70%。 そうなんですね、全然ターゲットと違うとこなんですね。そうなんですよね、でこれはまずいなと、っていうところで、実際ターゲット層ってこれから留学に来る高校生とか大学 1,2 年生の年齢層になると思うんですけど、そこのことをもっと理解して彼らに馴染みのある動画とか、彼らが求めているそういった動画を作る必要があったと感じてですね、内容はそういうふうにシフトチェンジしていきました。でそのじゃあ内容をどういうふうに作るか、どういうふうにじゃあどんな内容がいいかリサーチするために徹底したことは高校生のヒアリングですね。ヒアリングもすごく難しくてですね、自分の知り合いの知り合いとかも使って、アポイント作って電話したりとかもしたんですけど、なかなかそのヒアリングもうまくいかなくて、でもやっぱりフィードバックなかなか難しいので、動画のことをしっかり時間かけて見てもらって、でフィードバックいただかないとなかなかいいフィードバックもらえないので、そこまでパッションを持ってる高校生っていうのを巡り合えなかったんですよね。それはアルバイトじゃなくてもうボランティアでやってもらったっていう感じなんですか？そうですね、そこ のヒアリング高校生はもうボランティアっていう感じです。では余計動機付けしないとちゃんと答えてくれないですよね。はい、そこで私が提案したのが、もっと同じ自分と同じ留学を広めたいっていうパッションを持ってる高校生を見つけるために高校生インターンを募集して採用することを提案しました。なるほど。 SNS 通して募集かけたところ、20人の応募があって、でそこからですね、面接をして、私自身面接して8名まで絞って、で8名の高校生と一緒に動画を作ったりとか留学を広めていく活動をいたしました。そうした時に、YouTube の内容自体も非常に変わりまして、はい、なんか今までは論理的にこういう理由があるから留学来てくださいっていう動画だったんですけども、もっと留学来たらなんかおしゃれとかかっこいいみたいな、そういうイメージ重視の動画を作ることになったりとか、あとは時事ネタですね、例えば鬼滅の刃をアメリカ人が見たらどんな反応するかとか、なんかそういった時事ネタも合わせた動画を出した時に非常に視聴回数も伸びて、4万回再生とか、10万回再生とか、そういったものを連発することができて、で、登録者数も増え、で結果として先ほど言ったように、お申し込みの数がですね、前年を上回る形に、することができました。で8名の中で、実は2つのチームに分けました。ちょっと8名一緒に活動するってすごく難しいです。高校生も忙しいので4人4人のチームに分けて、でそのそれぞれのチームに、リーダーをつけてですね、そのリーダーが中心になって、もう高校生がもう自主的に活動できるような環境、自主的に活動できるように、私がちょっとサポートしながら定期的にミーティングに参加しながら、活動していたという形になりますね。なるほど。で、結局その、コロナでも激減したというか、ほとんど、ね、収入もなくなったりとかしてたようなものが結果としてはどこまでいったんですか？はい、結果として、はい、そうですね、売上で言いますと、前年比で言うと 120% 以上の売上となりました。コロナの下でも伸びたってことですね。はい、その通りです。はい、留学生の数もだから増えたっていうことですか？実際の申し込みされたお客様の数が増えたということになります。ちなみにこのマーケッターとかカスタマーサポートの担当っていうのは、4人しかいないので、そうじゃないかと思うんですけど、もう山田さんが全部もう一人でやってたっていう感じなんでしょうか？外部顧問という形で、実際にマーケターとして働かれている方がミーティングに定期的に参加してくださってアドバイスくれるんですけど、実際に手を動かしてやっていくっていう
意味では、まあ、私が中心に活動していました。もともとあれですか、山田さんはこのマーケティングだとかそういう領域の勉強してたんですか、なんか興味持ってやってたんですか。まず留学に来て一番最初に選んだ専攻がデジタルマーケティングでした。なので、まあ、基本的なマーケティングの知識とかいうのはそこで学びました。実際勉強はされてたわけですね。はい。もともとそのデジタルマーケティングを興味を持たれた理由っていうのはどのようなことだったんでしょう。まあ、先ほど、まあ、外部の顧問の方がマーケティングの方がいらっしゃるって言ったんですけど、はい、その方がこれから本当にデータを扱える人材が必要になるということをお聞きして、じゃあもっと自分もデータを扱えるようには何がいいかなと思った時に、まあ、一番近かったのがデジタルマーケティングだったので、そこから選びましたね。これ実際ねやってみてどうでしょう。このデジタルマーケティングの世界で、まあ、一つのこういうお仕事をされてみて何かこう身についたことというか分かったこととか自分がこう変わったとかみたいなことがあれば教えていただきたいんですけど、どうですか。この経験から一番学んだなと思うのは、まあ、何か、まあ、そうですね、ものを伝えるときでも何かプロジェクトをするときでも、まあ、必ず、まあ、相手がいるわけです、ね、クライアントであったりとか、それ伝える相手がいて、で相手が何を求めているのかっていうのを、そこを理解するのが一番大切だっていうのを学びました。今までやっぱりそうではなかったって感じですか、それまでは。はい、そうですね。それまではですね、自分も動画作るときに自分はこういういい経験があったからこれを伝えたいとか、全部自分ベースだったんですよ。でも実際にそれをしたときに全くハマらなかったんですよね。なので本当にもうあくまで伝える相手、まあ、意思決定できるのはクライアントといいますか、お客様の方ですので、これそこの立場にいかにその立場を理解できるかっていうのがすごく大切なことだなっていうのを学びましたね。実際そこをそういうことを学んだことによって、他のね、例えば日常生活であったりとか学業に対してのこととか、他の活動に対しての影響っていうのは何かありましたでしょうか。先ほどデジタルマーケティング勉強したって言ったんですけど、今はまあ専攻を変えまして IT 関係のプログラミング系の専攻をしてるんですけれども、それと並行してパートタイムでソフトウェアエンジニアをしております。でそこでまあ、モバイルアプリを開発しているんですけれども、これで言語学習のためのアプリでして、でそれで新しい機能をつけようっていう話になった時に、なんかそうですね、上司の方がまあ、こう音声を使った API があって、なんかそれを使用したアプリ、新機能が欲しいというところで、僕にその機能の開発を任されたんですよね。で、2人のチームで行ったんですけども、どんな機能にしようかっていったときに、まずやっぱり自分の頭にすぐ浮かんだのは、まずはユーザーの意見を聞きたいっていう、もうすぐに、じゃあ、ちょっとユーザーの意見を聞くためにアンケートして、最低20人は意見取ろうって言って、アンケートを作って、実際に使用している方にそのアンケートを受けて、でどういった機能が欲しいとか、どういったところで学習に障害を感じてますかとか、なんかそういったことが分かるアンケートを作って、回収して、でそれをもとに、まあ、新しい、機能を作ったんですよね。はいはい、まあ、何をするにしても、やっぱりそれを使う人がどう感じるかっていうのを一番最初に気にするようになりました。やっぱりその場合も、自分が最初に思ってた、パッと思いついた、これがいいんじゃないかっていうのと、ユーザーの意見聞いた時とかではだいぶギャップがあったっていう感じだったんですか。僕は自分で先に考えるというよりも先に聞きたいっていう思いが早かった。なるほど。じゃあもう無の状態で臨んだって感じなんですね。すぐに意見を聞こうと思ってすぐにアンケートを作って、はい、それを行いましたね。ありがとうございます。そしたら、これも最後まとめみたいな感じなんですけども、山田さんは、自分でね、自分のことをどんな風に認識しているかっていうのを教えていただきたいんですね。自分の特徴、まあ、性格とか能力とか、まあ、人から言われることでも構わないんですけども、そのあたりを教えていただいてもよろしいでしょうか。よく面接とかした時にフィードバックもらった時に、おっしゃられることが多いのは、まあ、傾聴力とあと共感力が強いというところを、はい、よく言っていただくことがあります。で、まあ、これ自分の経験として、まあ、教師をしていた経験があるんですよね。ここでも重視されるのって相手のことを理解することなんですよね。3週間の訓練のコースになってるんですけど、3週間終わった後に、まあ、生徒の方が寄せ書きとかくれるんですけど、すごい生徒一人一人の意見聞いて、それに対してコメントをして、それが嬉しかったですとか、すごかったと思いましたとか、なんかそういったコメントをもらうことはありました。そのあたりから、まあ、この傾聴力とか共感力っていうものが強いんじゃないかと言われたってことですね。
その通りですね。ここもいろいろお伺いしたいところもありますけど、ちょっと時間もそろそろということなので、以上で終わりにさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。どうでしたか？ガクチカの部分からその自分の傾聴力っていうところを押し出して、最後自己 PR のところにつなげられてたのがすごい一貫しててよかったなと思いました。なんか学びありました？少し長いなって感じるとこはあったんですけど、なんか聞いてて内容が分からなくなるとこはなかったんですね、でなんでだろうって思った時に、なんか毎回話す内容のテーマを大雑把に言ってから話してたんですよ。テーマを先に述べてたんで、すごい分かりやすいなって思いました。あと原体験と具体例がすごい自分にしかないようなことだったんで、すごいスーッと入ってきました。おー、じゃあ沢さん、はい、最終手前ぐらいの面接官だったら、はいはいはい、通すかっていうところをチビアに判断いただけたらなと思います。はい、札の方お願いします。はい、もう僕は丸です。おー、はい、沢さんの丸久しぶりに見ました。何が良かったかっていうと、すごく多くの人っていうのはやったこととその結果ばっかり言うんですよね。山田さんに聞いた時にすごいいいと思ったのは、その思考プロセス、そこ一番聞きたいわけなんですけどね。多くの会社も最近そうなってきてると思うんですよ。どんどん仕事が知性化していってるので。なんですけど、みんな言わなくて、こんな問題があった、だから私はこれをした、こういう結果が出た、で結果がすごい、だからすごいやろ俺みたいなね、な感じになるんですけど、彼の場合は問題があったその原因をちゃんと考えて、だからこの対策にしようと思って、この問題から対策までの頭の中の思考を全部教えていただけたかなというふうに思うんですね。もうこれだけでまずだいぶプラスなんですよ。例えばさっきの話だったら、なんか自分が考えたので当たらないから、じゃあなんか分かんないけど人聞いてみようかぐらいでね、ノリでやったのと、ちゃんと丁寧に顧客の話を聞くっていうことがすごく大事だっていうプロセスを踏まえてグループインタビューやったみたいなこととではやっぱ価値が違うんですよね。だからたまたま当たったのか再現性があるのかがそこで変わってくるんですけど、彼の場合は解決策を導き出すまでの間にいろんなことをねやられてたということで、でだからやっぱ再現性があるかどうかっていうのは、僕は他には適応できたところはあったのかとか最後の方聞いてたじゃないですか。それは再現性聞きたいから、この一発のエピソードでできだから OK じゃなくて、じゃあ他の場面で何ができてるのって聞いてったら、やっぱり宣教師の話とか出てきて、やっぱり再現できてるんだなと。安定的にどんな場面においても傾聴力とか共感力みたいなもの、それっていうのが繰り返されてるなっていうことの、まあ、確信が得れたというか、つまりうちの会社に入ってもその仕事において同じ能力を発揮してくれるんだなっていうふうに思えたので OK じゃないかというふうに思ったっていうのがまず一番の理由ですね。本来ならば面接官が出てたら普通に聞いてくるんですけどね。だから学生さんが別にそんな工夫する必要ないんですけど、残念ながらあんまり上手い面接官も別に多くないので、そうするとみんなが言わなかったら思考プロセスも試行錯誤したやつも抜けるわけですよね。で結局振り返ってみてね、面接官が悪いのに行動はちゃんとやる人だと思ったんだけれども、頭がいいかどうかは分かんないなっていうのを、分かんないとどうなるかという印象ジャッジになるわけですね。顔つき見て賢そうだなとかね、ちょっとダメそうだなとかっていうふうに勝手に判断されてジャッジされてしまうんで、そこでブレが出るわけですよね。働いてからもう結局大事になってくるっていうことですね。そうですそうです。だから今聞いてるようなことっていうのは別になんか就活に特化してやれるわけじゃなくて、例えばそういう若い社員の方々の育成をするときにと別に一緒なんですよ。だから例えば何か提案をしてきたっていうときに、それなんでなの、この問題とこの対策の間にどういう過程があったからこの対策がいいと思って提案してるのっていうふうに普通の仕事上でも普通に聞くんですよね。だから仕事のシミュレーションしてるようなもんですね、ある意味ね。じゃあ山田さん、最後に感想をお願いします。思考プロセスのことたくさんおっしゃっていただいたので、そのことについて一言なんですけれども、自分も何も考えずにこれが話したわけではなくて、スタートアップで働く上で上司の人から常に仮説持ってそれを検証しろってずっと言われてきたんですよね。一つアドバイスとしては、いつも何か仮説を持ってそれを検証するっていうことを何かやるっていうのを少し意識してやると、すごく就活で話せる思考のプロセスが経験できるんじゃないかなと思います。ということで、合格者の面接公開シリーズは9月毎日投稿するので、よかったらチャンネル登録お願いします。ということで、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。